はい、神社の順でございます。皆様お久しぶりになっております。今回はチップ、まだね、実は私アリーナで試していないというところもありますが、今回まあ今月分のトバガチャで一体でも出ればいいかなと思ってやってみようと思います。では参りましょう。スタートはい、ということで早速やっていきましょうか。99回まで行っちゃいましょう。果たして今月は取れるでしょうか。まあちょっと先月ね、ザックを一発引き抜いたんで、その調子をちょっと維持できたらいいかなと思いますが、まあ前回は SP キャラ自体がポンポコポンポコ出てきてくれたっていうのがあるんで、ラッキーだったのかなと思いますが、まあ今回 SP キャラがまだ出てこない。もう10発くらい引いてるね。まあ別にいいんです。SP キャラが5体出るよりかはチップ1体出てくれれば全然問題ないんです。ただなんかどんどん言ってるね。出てきてくれないのかな今回は。もうこの辺トパガチャで出てきても全く持って嬉しくない。もうね、全部持ってるし全部とつってるしっていう感じなんだもんな。うわー来てるね。これ下手したら0パターンかな。今いくつぐらいいってんだろう、ちょっと見てみる。33、ちょうど3分の1いってるね。おい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 、やばいねこれ。いつ出てくるか SP キャラ。なんか空気感が来ないからな。まあもちろんこれ天井あるわけじゃないんでね。ペッペッ、もうジェイクユーリー、やべ、めっちゃスパスパですわこれ。どうしよう、50ぐらいいったかなこれで。51 あと40発か。あー流れ悪、すんげえ厳しいねこれ。本当に多分全部死にそうな気がするね。多分後半に1匹だけでも来てくれねえかな。星5今来たけど、うーわマジで。うわー、なんかチンタを見たけど久々に昔。うわーとロロでした、ロロでした。このキャラも使われなくなったね。ボス戦専用機として鋼の捕食者だったかな、使えたのは。全くもってもう活躍の場はなくなりましたね。まあほとんどここに出てくるキャラクターが死んでますけどね。アラゴン先生ももうはっきり言って活躍の場がなくなっちゃったからね。うわあといくつだ。うわあと17発出る気配ねえな。あー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 、ちょっと待ってね、これね、ポン、いけ。あー今回はSP キャラもワンサか。おおするとか。最後にちょっと一発見せたけど、いけ、来い来い来い、青背景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 が、って上限止まったのか。で、どっちにしても多分もう一回ぐらいで終わりじゃない、ポチとな。まだいける。ジョーカーのために残しただけだったか。無念。ちょっとねここでね引き下がるわけにはいかんということなので、よくよくボックス見てみたら合成キャラが結構溜まっておるということなので、こちらの方ちょっとねポチポチやっていきますか。あさっき結構星4を捨てちゃったのか。まあいいや、星5の合成していきますね。ポン、もしかしたら出る可能性はあるからね。 5%、 星6ガオ、ガオとレオ一字違いだよ。さあ何が生まれてくるか、ドドンと。勝利エリン、いっちゃってください。これでボックスもね整理できていくからね、頼みます。カリンでございます。久々にカリン見たな。
ちょっとグラフィック甘いね、やっぱ昔の感じだからね。細かさがちょっと甘いように見えた。よし、行こう。アニアでございます。可愛いキャラクター。さら、ポン SDR 5% に来い来い。あー、エスパーだ。この合成ね、非常に僕エスパーダを見るような気がするんだよな。さあ来い、赤い髪の子。あ、やったルーク。ガオがなくなりつつあります。ジョフィーポン、お願いいたします。来い。チュッ。派手なキャラだけどちょっと違うな、紅白。これちなみに今普通の合成どうしてできるの？ジュフィーと、あ、こういうのもやってあるんだね。ただの成功率 0.01% だって。きつ。そういうことね。こちらとまあ 5% ということですね。さあ来い、カモン。オレオ、オレオかっこいいな、久々に見たけど。でこちら竜王編でございます。10番になる、ちょっと上がるからね。ここはちょっと期待しておきましょうか。10番来い。10% ってでも当たる確率結構でかいよね、普通考えてみたら。あ、でもそんなことねえか。で、あと5体か1体ぐらいなんかね楽しめるようなやつ出てこないかね。ポン。あー、よりか、はい、無念。チャンスラー、変わってくれ、 SP に変わってくれ、お願いします。まあ、ほらね、エスパーダでしょ。俺エスパーダ率が非常に高いんだよな、いつも合成やってる時。またエスパーかよっていう可能性多いんだよ。アシュラ来ました。アシュラ君、あと2体。ブラックローズ、このキャラが結構かっこいいくて好きだったけどな、昔。はい、武将でございます。竹松、久々、令和初竹松って呼んだかもしれないな、俺。いきます、いいよ、20%。さあ、来るか、SP キャラ変形状。チンタオかよ。君を使いこなすプレイヤーさんもいたんだよ。はい、ということで、今回はチップなしでございました。ほい、ということで最後にですが、今回、セブンチャンネル、まだ期間がね、続いておりますので、最後のコーナー枠で、一通読んでいこうかなとは思います。どれか一通をね、厳選していくのもあれなので、今ここに注目って書かれている、舞茸商人さん、これをちょっと読んでみましょうかと、読む、ポチトな。舞茸商人さん、わがまま言うのはおかしいよ。ポンコツユーザーのわがままのせいで、セブンナイツが面白くなくなってきている。緩和しろ。昔のセブンナイツを知った上で言っているんならもうやめなよ。引退とは言わせないけどねと。もっと考えろよ。緩和したところでどうせ次々に文句言うんでしょと。運営の方々で運営の対応がスピーディーじゃないこと。不具合の表記はするべきです。結局レジマってどうなったのという話ですね。まあちょっといきなりめちゃくちゃたまたま選んだのがストレートすぎるようなコメントを選んでしまいました。舞茸商人さん、ありがとうございます。まあありがとうございますというのもなんですけど、まあ言ってることは僕確かに間違ってないと思いますよね。緩和しろっていうのを確かに言いたいですよね。言いたいと思うんですけど、例えばアソシマ鉱石購入してそれやって鍛えようとしたらもう全部外れだったっていうのはいくらなんでもリスキーすぎるから、もうそこは確定にしてあげたい。だから全部を緩和しろって言ってるわけじゃないんだけど、ちょっともうちょっとこれ緩和しないと初めてやってきたユーザーさんがすぐやめてっちゃうよというのはあります。で、ここで緩和したからつまんなくなっているっていうのは確かにあるんですよね。結局簡単にどんどん進めちゃうっていうのがあるんで、まあそこも言っているような気はいたします。非常にね、これ結局ね、ゲームバランスなんですよね。ゲームバランス、例えばビフォーアフター、
系で初心者がどん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  SP キャラをもらえる、ある意味あそこまでもらえちゃってると、じゃああと何が足りないのっていうと、最近出てきたキャラクター系がまあガチャでゲットできない。じゃあ今やり始めた人たちが昔のキャラクターたちをガチャで引いて、あこれ出たラッキーとかって思うでしょうか、そしたら全く思わないよね。さっき僕がトパガチャで引いたキャラクターたち、言うちゃ悪いけどユリ以外全員使えないからね。だからその辺だよね。例えば今でもこの昔のキャラでも生き残って使えてるっていうコンテンツ、要は昔は一般キャラでも活躍できたギルドダンジョンとかそういう風なところで活躍できていたキャラクターがあったけど、もうコンテンツがアリーナとボス戦、まあ異形飛ばせも今あるとしようか、でも異形飛ばせもある意味キャラクターもう5枠が固定されつつあるってなると、難しいところだよね。ほんとゲームバランスだと思うよね。だから多分韓国版とかはアリーナとギルド戦オンリーじゃなくて、まあボス戦もあるか、ボス戦もあるか、工場戦もあるか、忘れてた。ただやっぱりアリーナで使われてるキャラクターたちでいけちゃうっていう部分が非常に多いんで、その辺だよね。今 PVE と PVP 要素のキャラクターが混在してしまうような形になったから、余計キャラクターがねどれが強いか弱いかっていうのが決まってきちゃうから、もうちょっとねそのゲームバランスっていうのね考えてもらいたいのかなとちょっと感じております。舞茸少年さん、コメントをさせていただいてちょっとヒントをいただきました、ありがとうございました。ということで本日はここまでしたいと思います。そろそろねチップ使っていこうか。はい、ということでちょっとセブンナイツはねゆっくりとちょっとやっていこうと思います。なぜなら皆さんチップ出て次の新 SP キャラ出てくるのが5月15日以降ですよ。となるともっとしっかりチップを理解した上で使っていこうかなというふうな考え方でもって、今後ちょっとセブンナイツの動画のやり方も変えていこうかなとはちょっと考えております。はい、ということで新しい部分が出せたらいいかと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッチョコチャンネル登録していってください。ではみなさん、バイバイ、ありがとうございました。